皆さんこんにちは、カーライフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。ワイワイ。今回はですね、大磯ロングビーチ大駐車場で開催されている、日本輸入車組合の、ジャイア試乗会にやってきています。今回はこんなラインナップです。今ね、かなり出てっちゃってる車が多いんですけれども、車があるかというとこんにちは。今回こちらのボルボさん、どんな車が出展されてるんでしょうか。はい、今回は今1台しかございませんが、はい、V90 のダゴインハイブリッド T8、インスクリプションと XC60 の T8 インスクリプション、はい、同じくプラグインハイブリッドのモデル2台をお持ちしています。はい、もうね、電動化の波がボルボさんかなりビッグウェーブ来てますからね。はい、いち早く電動化は完了したんですけども、いよいよ完全な電気自動車が今年春から街を走り始めますので、ぜひ、石田さんも試乗をしてください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらがじゃじゃん、90の方ですね。すごいやっぱりこう伸びやかなフォルムでかっこいいです。やっぱりボルボっていうとワゴンっていう感じですね。はい、そしてこちらがアウディさんのブースです。アウディは RS イートロン GT が出展されています。これもね、電気自動車ですからね。もうなんか RS、 こんにちは、大丈夫です。ありがとうございます。すいません。で、今このない車は全部今市場に出てる車です。そしてこちらがポルシェのブースですね。ポルシェはタイカンとか911カレラとかマカンとかありますけれども、やっぱりちょっと、でこちらフォルクスワーゲンですね。こちらは、T クロス、T ロック、ゴルフ、GTI だ、これは。など、去年はね、ゴルフ8が登場しましたからね。という車があります。そして、こっちはメルセデスのブースです。メルセデスはね、ミトナンバーなんですね。あ、これ後ろに、そっか、社名が書いて、これ C200 アバンギャルド。メルセデスは去年 C クラスが導入されています。あと S もねいます。そしてこちらは BMW のブースです。 BMW 結構台数が出てますね。今回のメモ、これは IX3 と IX、 ちょっとこれ今逆光で何の車があるかちょっと一見分かりにくいんですけども、 IX X ドライブ、そしてここはシトロエン。シトロエンはここ前にね、バッチリ文字が こっちがシトロエンのエアクロスで、隣がプジョー。このグリルがね、かわいいですよね。そう、ちょっと逆光で分かりにくいんですけれども。そしてプジョー E2008GT とか FCA、 そうそう、ここほらグループだから。でフィアット500C。 なんとなく、なんとなく緩く撮ってます、はい。で、こちらがアルファロメオ。あ、そういえば最近アルファロメオ乗ってないな。ベローチェ、ジュリアです。あ、アルファロメオ、最近乗ってないから、ちょっと乗ってみたいなと思っている今日。確かに、車が少ない。で、グランドチェロキー。これはこの間、去年出た車ですね。
そしてこれが DS ですね。 DS の7。クロスバック。 DS1.S。 こことかすごいです。この段差が、デザインがね。そしてミニちゃん、ミニがこの上が習ってます。そしてここは C200。 そうか、メルセデス。この辺もメルセデスだ。そしてエスカレート、すごいですよ、この迫力が。じゃーん、お疲れ様で。今ちょっとお休み中です。すごい綺麗な景色です。こっちもなんかかなり車ないですね。はい、今ちょうど出払っちゃってるので、レンジローバースポーツとか。すごい、でも逆光で見るとめちゃ綺麗。あるのいます。まです。そしてこれがルーテシア、アルピーナは2台お出かけでテスラ。こんにちは。今回モデル3なんですね、2台。はい、でロングレンジと、ロングレンジと今日も、はい、ベースのモデル3ですね。はい、名前がちょっとスタンダードレンジじゃなくて、はい、モデル3になりました。あ、そっかそっか、そうなんですね。どこか変わったんですか、逆に。いや、仕様はそんなに変わってないですね。うん、はい、なるほど、ね、乗ると楽しいですよね。ありがとうございます。そうそう、ほら、ここカードキー、ここに刺す、あのかざすんですけれども、今もう普通にスマホでキーの開閉ができます。そしてここにウルスです。というちょっとかなり車なくなってますけども、続々戻ってきました。というジャイア試乗会でした。吉田由美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。